それで次にですね、コンプレスマンっていうのアメリカのグループ、コーラスグループっていうのは、それの図面を浜坂が言ってたので、コーラスをスティーブでやったらどうか。で、ちょっと音程が合わなかったんで、スティーブに合うようにして、やってみました。アワダブイズヒアトゥステイという、すごいコーラスの、これは僕はほとんど言ってません。4人の、合奏です。